これ? パパの趣味なの。 おいでよ。 名前?ん?誰も呼ばなかったね、さっき。きつく言っといたの。スッチ。ウッキー。 この日以来、デートはもっぱら桜井の家になった。二人は少しずつ親密になった。とても恥ずかしくてお見せできないことをいっぱいした。最後の一線は越えていない。念のため。 様が様子見てこいって。ありがとう。ごゆっくり。<笑>ビビ。 今度の土曜日さ、オペラ行かない？オペラ？カバレリアルスティカーナ。本当は椿姫が見たいんだけど、やってないんだよね。オペラ？ これ、オペラ見るのか。